サラエボロマニア地方、あるいは、ソコラツ地方は、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国の構成主体の一つである、スルプスカ共和国を構成する地方。首都はソコラツ。サラエボロマニア地方は、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国の首都、サラエボ市域の一部を含み、その地方故障は、ロマニア山にちなむ。サラエボロマニア地方の中心はソコラツであり、 その人口は12,607人である。ソコラツは、ノルウェー、ソグンオフィオーラネ県のヘイアンゲルトの特別な関係から、小ノルウェーとして知られる。ソコラツは、北ヨーロッパ起源のセルビア人による、ノルウェー遺跡を有する代表的な町である。その他に、特徴的な町としては、パレがあり、元来は、サラエボの郊外居住地であったが、 ボスニア紛争のデートン合意による集結後に急激に人口が増加した。サラエボロマニア地方に属する6つの自治体は、イストチのサラエボを構成している。イストチナイリジャイストチニスタリグラド、イストチノノボサラエボ、キュショウ、ルカビツァ、あるいはスルプスコノボサラエボパレソコラツトルノボ、ロガティツァハンピエ作。ありがとうございます。